皆さんこんにちは、もごもご입니다。今日は、光栄軍とインジのライバル対決という企画でやってみたいと思いますが、光栄軍を否定して王になったインジは、光栄軍よりいい王だったんでしょうかそれを今日ちょっと見てみたいと思います。ある日なんですが、当時王だった光栄軍にある家臣が来て、虎による被害がひどいです。 専門部隊の指揮権を貸してくださいと言ったんです。それを聞いた桓江軍は、それは大変貸してあげると言って、チャコ軍という虎を捕まえる専門軍隊があったんですけれども、その軍隊を貸してあげるんですよ。その後何日か経ったある日、夜だったんですが、このチャコ軍が虎を捕まえに行くんじゃなく、 700人ぐらいの群れと一緒にお城の前に現れますよ。もちろんお城の中には3000人ほどの親衛隊がいたので、これはもちろん止めるでしょう。夜中に700人の軍隊がお城の近くに来るなんて。だから待て、この時間に何者だと言ったと思います。で、その後ろには、ぬんやん軍という 光栄軍、つまり王様の甥い子がいたんですよね。これによって戸惑っている軍人たちに、総指揮官がこう言います。よいよ、通せ。親衛隊の総指揮官がこの軍隊700人を通したんですね。実際これは、親衛隊の 総指揮官はすでにこのヌニャン軍に買収されたんですね。今の計画が成功した後に自分の地位を保証してくれるということで約束をしてもらったので、えー、そのままお城に700人のいわばクーデーター軍が無欠で入ることになります。この事件によって、 15代王、光平軍は、たった1日で王から下ろされ、先ほど言ったヌニャン軍が、隠女という新しい王になります。この実験を、隠女万丈と言いますね。この隠女万丈の名目は、光平軍は民主を苦しめた悪王。そして、隠女は、この光平軍から朝鮮を救うんだという目的で行われた革命ですね。つまり、 委員は、光衛軍から朝鮮を守った英雄だったんですね。ただ、面白いことがありました。 でこの因助は、光江軍を追い出した英雄として、じゃあ漢軍を一応追放した後に、民万歳と言って、民から認めてもらおうとするんですね。もちろんこのままですと、民としては朝鮮を救った因助をすぐ認めてくれればいいのに、民はこうやって言いますね。 影軍のように素晴らしい王を追い出す早く元に戻せということなんですねあつまり民は実際の革命の事情が分かっていたんですよ実際これをもう一度皆さん見てみると陰城万丈の裏には実際影、えー、軍によって権力を失ったソイとナミたちが 光栄軍と一緒に、呃、文禄の駅で戦って権力を握った、い、武銀たちの権力を嫉妬して、それを取り戻そうとして起こした、実際革命というよりはクーデターなんですよね。つまり、まとめてみると、仁象番状は、ただ単なる家臣たちの権力争いで、光栄軍は政治的な敗北者ですよね。犠牲者というよりは、 事情が分からなかったので、敗北者ぐらいがいいと思います。で、考えてみると、結局こういった家臣たちの争いのもとは、お父さんであった14代を尊助だったので、桓江軍は結局尊助によって、え王から下ろされたと言っても過言ではないかもしれません。じゃあ、結局こうなると、 光江軍が民の力を得て、そのまま戻って、王権を回復したと言ったらいいんですけれども、もちろん現実はドラマのようにそうやってうまくいかないんですよね。実際当時、民にも悩みがあったんです。晩、え、秋、ー、に新しい国、神が大きくなって、民の脅威になっていたんですよね。 ただし、民には万里の長女があったので、ヒバージュスをメインにする一心としては、この万里の長女がなかなか超えられない難問でした。なので、お互い困っている状況ではあったんですけれども、万が一、 じゃあ、民が朝鮮を認めてくれない、印酒を認めてくれないといった場合、印酒が民を裏切って、新万歳といった場合、えー、実際民は文禄の駅の時に、 朝鮮の海軍がかなり強かったのを実際見たんですよね。イー・スンシンのおかげで。なので、イー・シンは海には弱かったんですけれども、この朝鮮の船に乗って民をそのまま攻撃した場合はかなり困りますので、結局朝鮮を自分の味方にずっとするしかなかった状況なんですね。なので仕方なく一応認めてやるということになって、 で結局、光栄軍はそのまま王に戻れず追放されたところで亡くなりますよね。 じゃあ、こうやって、結局、関営軍から王座を奪った院長。じゃあ、この院長は、関営軍を追い出すときにこう言いました。家臣を殺しすぎ。そして、お城工事を強行して民を苦しめた。そして、民を裏切って山賊と手を組んだ。お母さんを追い出して弟を殺した。こういった理由で、関営軍を追い出したけれども。じゃあ、そうしたら、院長は、 王大座に行った時にこれをちゃんと守ったんでしょうかじゃあ皆さん今日は関迎軍の立場になって歴史の記録をもとにこれを全部突っ込んでみましょう。じゃあ一旦まず、インゾが行った家臣を殺しすぎ。じゃあこうやっていたらどうでしょう君はクーデターの時に何人殺したじゃあ実際インゾがクーデターの当日殺したのは実際死刑で100人。で、 官僚の追放300人解雇200人ですね朝鮮の官僚が実際500人から1000人余りと思ったら半分以上の人を処分したんですよねじゃあそしたら影軍がこれ以上殺してないのかということなんですが影軍が何人殺したという正式な記録はないんですができるだけ在宇宙は追放で済ますという記録がありますので印象みたいにそうやって虐殺ぐらいに人を殺 してはなかったようですねそもそも家臣を殺しすぎということで、王から降りないといけない場合は、えー、もう、インゾと加ゲ軍のご先祖様たち、または、中級大王のスクチョン、果てなまくつく人いっぱいいますよね。い旦たん、これは正直、名分としては少し物足りない気がします。じゃあ、その後お城の工事を強行して民を苦しめた。 じゃあ、カ軍の立場では、君は作りたくなかったと言えるかもしれません。なぜかと言ったら、一旦とにかく14代を尊蔵の時に文禄の役が起きて、えー、いろんなお城が全部燃えてしまった話したことあると思います。なので、実際カ軍、そして院長はとても狭いお城で、 国政運営をしたんですけれども、その限界を感じてたらしいですよ。そのためにも、関迎軍は、往復回復のためにも、もちろん行政的な業務のためにも、お城を作ろうとしたんですが、委員長はそれを否定したんですね。 ただ面白いんですよ。皆さんこれ初めての方いるかもしれませんが、官兵軍は実際は、今現在ソウルにある京北軍より何倍も大きい、陰居軍というものを作ろうとして、実際設計図まで全部終わったところだったんですね。この陰居軍は結局作られてなかったんですけれども、絵を見ただけでも、今の朝鮮には見かけない、ある意味では中国と日本に近い、 1>, 1階建て、三階建ての建物があるなど、当時の挑戦にはなかった、全く新しい建物だったんですよね。今の現代の韓国の歴史学者は、これがそのまま作られたら、かなりいい観光地になったという悔しむ人もいるんですけれども、一旦面白いんですが、飲食もこれをとっても気に入って作ろうとしたんですよ。 かなり積極的に進もうとしたんですが、委員長がそもそも関英軍を否定したので、これも結局、委員長の望む通りにはいかなかったんですね。官僚の反対がすごくて。こうやって考えると、委員長が関英軍を下ろしたこの名分は、委員長が言えるものではないんですよね。じゃあ、この話はどうでしょう。民を裏切って山ん族と手を組んだ。じゃあ、官軍の立場としては、 君はそのヤマン族に何をした皆さんもご存知だと思いますが、三ン度の屈辱というのは、印象がやりましたね。朝鮮最大の屈辱と言われていますよね。で、結局これによって、最終的には真の属国になり、民衆はさらに苦しむことになりました。えー、先ほどの話、ちょっと戻りますが、印象は、 お城のことで民衆を苦しめたと言うんですが、結局これによって、当時朝鮮民族はかなり金の捕虜として満州に連れ去られて、そこで高い値段で売られたらしいんですよね。実際朝鮮民族は農業のプロだったので、満州族は農業が下手だったので、この朝鮮の奴隷。 はかなり高い値段で売れたらしいんですよ。記録によると、当時牛の6匹が1人の値段だったらしいんですね。かなり高級奴隷だったんですけれども、これがまた最悪に、つまり神にとってはとっても使える人材だったので、結局この人たちが朝鮮に戻ることはほとんどなかったみたいですね。その場で命スキルまで働かせて、公共には戻れなかった。こうやって考えると、むしろ民衆 くる苦しめたのはインじゃないんでしょうかじゃあ最後の名分ですお母さんを追い出して弟を殺した じゃあ、関平軍がこう言えるでしょう。君は親族の息子と嫁、そして孫二人を殺してないのかじゃあ、皆さん、関平軍はですね、一旦自分の弟は、ま、殺したんですけれども、腹違いの弟ですね。で、お母さんも追い出したけれども、本当のお母さんではないんじゃないんですかでも、院女は、素祥世者という自分の本当の息子、えー、さらに長男を殺し、そして、 その真相を明らかにしようとする嫁さんも殺して、で、実際その後、王になるべきだった孫たちまで殺すんですよ。この話も、いずれか時間があったら、皆さんにぜひ紹介したいと思います。じゃあ、結局、官兵軍を1から10まで否定して王になった院長。院長の王の人生は、結局、官兵軍より、 良かかかっったたと言えなかったかもしれません結局、因状は、まあ、そのまま挑戦の王としてなくなりますが、なくなる瞬間、自分自身をどうやって評価したんでしょうか。気になりますね。じゃあ、皆さん今日はここまでです。 次は、朝鮮の王ってドラマ見てみると、いつも山ほどの巻物の前に座っていて、それをまあ夜中までずっと読んでるイメージありませんか実際これには何が書いてたんでしょう意外と面白かったので、次の時間ぜひ皆さんに紹介してみたいと思います。皆さん今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃこまわよ。あんにょーん。